ひときわ甲高いエキゾーストの音を響かせる700馬力を超えるモンスターマシン、ドーム F1 に黒澤拓也が挑む。車はこれで2台目ですね。テストは昔ジョーダンのヤマハの V12 を何年だっけ、93年かな、1993年に鈴鹿と、福井のヤマハのテストコースと、仙台のスゴーで乗ったんですけどね、これもうステップボトムっていうか、いわゆる今のレギュレーションになってるし、あの頃はエンジンもあれ何リッターだ、 3.5 リッターか 3.5 リッター V12 だったけど、これ3リッター V10 でしょ。でも当時は 3.5 リッターあっても1万2000ちょっとしか回せなかったんです。これが昨日聞いたら1万6000回転ぐらい回るっていうから、ちょっと楽しみかなっていう。いよいよ無限 V10 エンジンに火が入る。入念な暖気を施すことでF1 マシン全体を覚醒させる。エンジンのグリッピングに同調するように拓也の鼓動も次第に高まっていく。しかしそれは緊張から来るものではない。全てはドーム F1 に対する期待からの高まりである。孤独なコックピットでただひたすら拓也は F1 マシンになれることだけを考えていた。流行る心とは裏腹に拓也はゆっくりとコースに入っていった。面白いなこれ。バイブレーションとかないの？ないね。ミッションの全部入る。まずね、昨日の晩からワクワクしてたんですけど、で緊張っていうのはもう一切ないね。前に F1 乗ったこともあるし、第一印象がそのエンジンのレスポンスがね、今まで乗った車、レーシングカー乗車含めてレスポンスがすごくいいなって。ヘルメットの中には入ってこないんだけども、でもそのエンジンのレスポンスイコール吹き上がりがパンパンパンってこうなんていうかな、ラッパ吹くみたいなね、気持ちいい感じで、でそのセミオートマがちょっと触っただけで入るようなのがね、そのなんていうのかな、純粋に面白い、楽しい。ステップボトムはね、低速コーナーだとさすがにダウンフォース感感じないね。その風が流れてないから、上あんまり風で流れてない、下にいっぱい空気流れてるっていうと低速コーナーでダウンフォースがないんですよ。ただ高速コーナー行くと車高もダウンフォースで多少下がるし、上流れる空気よりも下流れる空気よりも上の方が多くなってくるから、高速コーナーそうするとウイングに風がいっぱい当たってダウンフォースが感じるんだけど、ここで言うと SG あたりはダウンフォース感ぐっと感じるんですけど、他は1、2コーナーとか3コーナーエアピンあたりはダウンフォース感は F3 並みにしか感じないかな。まだちょっと慎重に7割とか8割ぐらいでしか踏んでないから、壊しちゃまずい。ホームラン日本で言えば、自分が前回で走るよりも多分3秒落ちぐらいの感じで、8割ぐらい
ぐらいでしか走ってないからすごく楽なんだけども、まあ、レースになったらまたレースになったんでね、こういう車でレースしだしたらその楽っていう範囲を超えてまた大変になってくるんだろうけど、本当にね、ちょっと言い方大げさかもしれないけども、ある程度モータースポーツ経験してる人であれば誰が乗ってもプッて走れちゃうと思うんだよね。それぐらい走りやすい。ただ本気で踏んでタイム出すっていうのはまた別だけど、本当に動かしてゆっくり走るんであればね、誰でも乗れちゃうっていう、要するにハイテク技術っていうのはそういうもんかなって。